オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースのお時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は10月第2週目に フランスで注目されたニュースを順番にご紹介します第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介しますフランス365フランス最新ニュースは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳しい内容は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。では早速、10月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。 モンサン・ミシェル湾と京都の宮津湾、根湾が姉妹湾提携。10月4日木曜日、フランス北西部の有名な観光地で、ユネスコの世界遺産にモンサン・ミシェルとその湾として登録されているモンサン・ミシェル湾と、日本三景の一つにも選ばれている京都府の天の橋立で有名な宮津湾。船江が立ち並ぶことで有名な イネワンが姉妹湾提携を結びましたシャンゼリゼ大通り近くで銃撃2名死傷死亡したのはヘリ脱獄犯の元共犯者10月7日日曜日朝パリの人気の観光地であるシャンゼリゼ大通り近くのジョルジュ・サンク大通りで車に乗っていた男性2名がオートバイに乗った2人組によって銃撃され 1>, 1名が死亡し、もう1名が重体となっています。死亡したのは、7月1日にパリ近郊のスユット・フランシリアン刑務所からヘリコプターで脱獄したレドワーヌ・ファイド受刑者の元共犯者とみられています。フランス人男性、自身の持つ高飛び込みの高さ世界記録を更新。その高さ。 13害に相当10月9日火曜日、頭から入水する高飛び込みとして高さの世界記録を持っているフランス人男性、リオネル・フランシ48歳が9月30日日曜日に自身の持つこれまでの世界記録30メートルを更新して36メートルという驚異的な高さの新記録を打ち立てたとフランスメディアが報じました。 歴史遺産を守る宝くじ、発売から1ヶ月ですでに19億5000万円の売り上げ。10月10日水曜日、フランスのメディアが、歴史遺産を守るために、9月初頭から販売されている宝くじ、ミッション・パトリモアヌが、9月の発売から1ヶ月ですでに1500万ユーロの収益を上げていると、FDJ ・ フランス宝くじ社が発表したと報じました続きましてアンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します今回はモン・サン・ミシェル湾と京都の宮津湾伊根湾が姉妹湾提携です 10月4日木曜日、フランス北西部の有名な観光地で、ユネスコの世界遺産に、モンサン・ミシェルとその湾として登録されているモンサン・ミシェル湾と、日本三景の一つにも選ばれている、京都府の天の橋立で有名な宮津湾、船江が立ち並ぶことで有名な稲湾が、姉妹湾提携を結びました。 今回の姉妹湾提携は宮津湾と稲湾が2016年10月に静岡県の駿河湾とともに世界で最も美しい湾クラブに加盟したことがきっかけで実現しました世界で最も美しい湾クラブは湾の優れた景観と自然を生かした観光振興と資源保護そこに暮らす人々の生活様式や 伝統の継承及び景観の保全を目的に1997年にドイツのベルリンで設立されたユネスコの講演を受ける国際 NGO でフランス北東部のブルターニュ地方のモルビアン湾に面したバンヌ主に拠点を置いています加盟の条件には地域・国に認知されて保護措置を受けていること 豊かな生態系があること魅力的な自然に溢れていること地域の人々にとって象徴的な存在であること潜在的経済力があることがあります鉄かずの自然ではなくそこに暮らす人々の生活や経済活動建築物などを含め総合的に判断されています加盟しているワン 現在、地域を含む26カ国、43カ所の湾が加盟しています。主な湾には、モンサン・ミシェル湾、ベトナムのハロン湾、ノルウェーのガイランゲルフィヨルド、モンテネグロのコトル湾などがあり、日本からは松島湾、富山湾、駿河湾、宮津湾、稲湾、九十九島の 6つの湾が加盟していますモンサンミシェル湾と姉妹湾提携を行った京都の宮津湾、稲湾についてご紹介します宮津湾は京都府北部の若狭湾の西に位置し日本三景の一つ天の橋立によって隔たれた内海の阿蘇海があります宮津湾と阿蘇海は狭い水路だけでつながっています 稲湾は日本海側にありながら南側に開けた数少ない湾で湾の南部に青島があるため風の影響を受けにくく穏やかなのが特徴です湾には船屋と呼ばれる海に突き出して家から直接船に乗ることができる家屋が立ち並んでいることが有名ですどちらの湾も豊かな生態系と 周辺に住む人々の生活が湾と密接に関係していることが評価され、2016年10月、世界で最も美しい湾クラブに加盟が認められました。モンサンミシェルと姉妹湾提携。4日木曜日、モンサンミシェル湾で景観保護や観光に取り組む団体の代表が来日し、宮津市で宮津湾、 稲湾・両湾の代表と姉妹湾提携の協定に調印しました今後、モンサン・ミシェルの修道院と宮津湾・稲湾のお寺や神社の関係者の間で交流を深めたり連携して観光客誘致に向けたプロモーションを行っていくということです世界的に有名なモンサン・ミシェル湾と姉妹湾提携を結ぶことで 宮津湾・稲湾を世界的に認知度を高め観光客を呼び込みたい考えですモンサンミシェルは広島県八日市市にある世界遺産宮島と2009年5月に観光友好都市・姉妹都市提携調印を行っていますフランスでは海に浮かぶ修道院と 海に浮かぶ厳島神社の写真を用いた観光ポスターが作られフランス人観光客が宮島を訪れる大きなきっかけになりましたではただいま紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきましたなおセバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので

le patrimoine mondial, le mont Saint-Michel, la baie de Miyazu -e, qui fait partie des trois vues les plus célèbres du Japon et la fameuse baie de Iné. Entrez au club des plus belles baies du monde. C L'adhésion au club des plus belles baies du monde, des baies de Miyazu, Iné, ainsi que Suruga, en octobre 2016, qui est à l'origine de ce jumelage. Le club des plus belles baies du monde a été fondée à berlin en 1997 pour promouvoir le tourisme et protéger les ressources naturelles en utilisant l'immense beauté du paysage et de la nature des baies et aussi pour que le mode de vie et les traditions locales puissent continuer. Ce club est basé en Bretagne, dans la ville de Vannes. Les conditions pour faire partie du club sont les suivantes être reconnu par la région, le pays et être protégé, avoir un écosystème riche, avoir une nature charmante et abondante, être une présence symbolique pour les habitants de la région avoir un pouvoir économique potentiel. Les B sont donc jugés dans leur globalité nature, tradition, économie et architecture, etc. Les B membres du club il y a actuellement quarante trois baies de vingt six pays qui sont membres. Il y a principalement la baie du Mont Saint Michel, la baie d'Alon, Vietnam, le Gerangerfjord, Norvège, la baie de Kotor, Monténégro, Etc. Il y a aussi six baies japonaises. Celles de Matsushima, Toyama, Suruga, Miyazu, Ine et celle de Kuzukushima. La baie de Miyazu et la baie d'Ine. B de Miyazu. La baie de Miyazu est située à l'ouest de la baie de Wakasa, dans la partie nord de la préfecture de Kyoto. Il y a la mer intérieure d'Aso, qui est séparée par Amanohashidate. L'une des trois vues les plus célèbre du Japon. La baie de Miyazu et la mer d'Aso ne sont reliées que par une voie navigable étroite. B dîner. Bien que située dans la mer du Japon, c'est une des rares baies à donné sur le sud et l'île d'Aoshima la protège du vent ce qui la rend calme la baie est célèbre pour ses maisons de bateaux appelées sunaya depuis lesquelles il est possible de monter directement sur un bateau. Ainsi, les deux baies sont étroitement liées à leur riche écosystème et au quotidien des habitants des environs. Jumelage avec le Mont Saint-Michel. L'accord a été signé jeudi dans la ville de miyazu entre les représentants du mont saint-michel et des deux baies japonaises l'abbaye du mont saint-michel ainsi que les temples et sanctuaires japonais vont désormais approfondir leurs échanges et coopérer dans la promotion du tourisme. En jumelant ces trois sites mondialement connus, ils veulent augmenter leur notoriété mondiale et attirer plus de touristes. Le Mont Saint-Michel est jumelé avec L'île de Miyajima. L'île de Miyajima, commune de Hatsukaichi, et le mont Saint-Michel sont jumelés depuis 2009. En France, une affiche touristique a été réalisée à l'aide de deux photos du mont Saint Michel flottant sur la mer et du sanctuaire de Miyajima flottant aussi, aussi sur la mer. Ceci a offert aux touristes français une grande occasion de visiter Miyajima. Pour finir, grâce à ce jumelage セバスチャン先生、ありがとうございました。今回の姉妹湾提携によって、宮津湾、稲湾は宮島のように世界に認知されるようになるのでしょうか 今後の展開に期待が持てますね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか番組を聞いて、もっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。 マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば、365日、世界中、どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、入会した生徒様の92.2%が3ヶ月以上継続し、さらに96、96%の生徒様が、フランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。 継続率と満足度のの高さがアンサンサブルの自慢ですネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講くださいあなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしていますこの番組は毎週週末から 週始めをめどにお届けしています確実にお届けするための方法として、iTunes や、ポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信しています。 週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみくださいそしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがありますアンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てにお名前フランス365を聞きましたと明記して送ってくださいフランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしますたくさんのご応募お待ちしていますそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょう